こんばんは、村上です。その背中です。マジカルラブリーです。背中です。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしております。本当にね、ね、毎日いろんな仕事がある中でこうやって、ね、ラジオを通じていられるナインティナインの岡村さん、矢部さん、本当に素晴らしい。ここの底からお疲れ様でしたという感じで、ございます。今週も、持っております。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。はい、下半期ということで野田さんがついにタトゥーを入れたという。違いますよ。肘にタトゥーを入れたということなんですけど、ね、湿布ですよ。はい、湿布です。あ、湿布ですか。肘タトゥー、肘の どっちですか。その伸ばして入れるのか、縮めた状態入れるのか、どっちですか。いやいや、その本当にどっちなんですか。この状態で入れるのか、こう伸ばした時どっちが本当の絵になるように伸びた蝶々みたいな。蝶々入れたんですか。羽ばたくみたいにあるじゃないですか。わかんないけど。あ、いいですね。あの、羽ばたくんじゃないですか。ありましたね、そんな映画もね。飛べっつって、ね、土に入れて。え、怪我した、怪我っていうか、まあ、痛めたら。痛めて湿布を貼ってらっしゃる。いないです。湿布がもうそういう感じなんですね。今もう私も湿布なんてもう数十年見てないですけど。あ、白いやつですね。白い、もうあの、あ、違う、今こういうちょっと肌色目立たないタイプ。そうなってるんですか、今は。なるほど。稲井さんは肘にタトゥー入れる人。あ、そうです。タトゥー入れるよ。僕もバカじゃないんで、その時は肩か背中に入れます。あ、そうです。で、言いますちゃんと。肩か背中に入れるおつもりということですか。首か。あ、そうですか。入れるなら何を入れるんですか。入れるなら何の、その、絵というか、まあ、ね、文字もあるでしょうけども、何がいいんですかね、あなたが。入れるとしたらよ、月じゃないですか。月なんですか。あ、もう考えてるんですね。月じゃないですか。どこ首ですか。肩。首に月じゃないですか。首に月ですか。あ、月好きなんですね。知れなかった。三日月ですか。三日月。あの色ですよ、でも。あの色しかないんですよね、多分ね。まあ、色入れるのか。黒。あれ、何色ですか。なんか青みたいな、青黒い月にしようかなと。あ、そうですか。どういう意味合いが込められてるんですか。三日月には。ねえよ。え、ねえよ。多分、全員。知らねえけど。そうですか。タトゥーへの思いなんて。こじつけてるだけだろ、全員。入れたいってやっぱ、思わない人生だったな。全員こじつけてるんですよ。でもおしゃれな人をね、今入れたりしますからね、全然。その俺の前の彼女が、その俺の付き合ってる最中にタトゥーが急に入ってて、はい、あ、そうですね。最初肩に急にあの犬が入ってて、肩に犬が入ってて、何犬ですか。なんだろう、ポメラニアンがなんか、ポメ的なやつが入って、じゃあ本当に好きな犬だったから入れたんだって言われて、まあしょうがないかって思って。飼ってた犬ってことですか、ね、昔実家で飼ってた犬のタトゥーが、まあまあそれならいいかと思ったけど、ね、犬と共にね、一生生きるんです、1ヶ月後に逆の方に月のマークが、あ、そこから月が来てるんですか、はい、お前にとって月何なんだよっていうのを本当思って月です。めちゃくちゃ好きだったんですけど、月が。犬はわかるよ。犬はわかるよな、飼ってた犬ってのは。犬ぐらいやっぱ月も好きなんですよ。犬ぐらい好きだったんですよ。タトゥー入れたいだけだろ、それもっていう。で、今度両足についてました、いろんなタトゥー。あ、そうですか。全身タトゥーになってました。もう一個入れたら入れたくなるものなんですかね。らしいですよ。なんか、ダサく思えるらしいです。タトゥーがない場所は。あ、へぇ、そういう感覚らしいですよ。全身に、だから顔とかもね、入れちゃうタトゥー。お前はあれか、あの、漫画の肉のやつか。漫画の肉のやつ。ラッキールーが食べてる。ワンピースのラッキールーが食べてる肉だろ、タトゥー入れるなら。太キャラで押してないんですよ、僕別に。お腹に。お腹に、ラッキールーの肉なんて、ダサすぎるでしょ。何入れるんですか。十字架でしょ。うわ。うわ。首の後ろでしょ。首の後ろ。うわ。首の後ろに十字架。いや、それ、あれが一番かっこいいでしょ。誰も触れないですよね。まあ、センターマイク入れろ。センターマイク。いましたよ、お前にとってのさ。いましたよ。お前にとって一番大事なのはセンターマイクだろ。センターマイク、別にその、漫才じゃないって言われてんだから、もう。恥ずかしくて入れれないですよ。ツッコミの手の縦入れてあるよ、俺。どうかん。右胸に。パーンっていう。パーンってなってるやつね。ここです。いいんですよ、言いました。ハンズ。ハンズになっちゃう。ハンズになっちゃうんですか。指さして。ハンズ。そして、あの、法政大学のあの、お笑いサークルの後輩が、あの、松竹に入って、漫才でね。うん、で、あの、そのあたりで、その三八の、あの、タトゥー入れたんですよ。うわ、で、やめて消してましたよ。うわ。うわ。
よく考えて、よく考えて入れてください、皆さん。本当に、うん。消さなくてもいいよね。入れるよりも、消すが5倍ダサいと思って。俺は、だからもうやめたんだっていう強い意志を皆さんに伝えたいんですか。お笑いをやめたんだっていうので、やっぱ消したいんです、本当にね。一番その、好きなものね、入れたらいいじゃないですか。一番好きなものを。一番好きなものね。筋肉入れたらいいんじゃないですか。ムキムキのあの、影入れたらいいんじゃないですか。ムキムキに見える。あるじゃないですか、ね、服が。あるある。面白グッズの。あれいらずになったらいいですか。もう鍛えなくていいと思う。鍛えなくていいもん、だって。影がだって出てんだから、どんだけそんだらしない体になっても。近くで見ないとわかんない。うん、遠くで見たらもう、超ムキムキのやつ。近くで見たら、あれ、うん、これタトゥーじゃねって。あぶんです。だからその体型維持してください。もうその鍛えて、大きくなったらずれてくかもしれない。影が。変なとこが膨らんで見えちゃうかもしれないんで、気をつけてください。あれなんですか、デブに見える方法ないですかね、タトゥーで。影入れたりして。あるんですかね。デブはだって影がなくなるわけですからね、どんどん。白タトゥーってないですか？白い入れる白タトゥー。いや、もう今のね、なんか技術だったらありそうだけどね、どんどん前の方を白くして膨らんでるように見せるってことですか？意味わかんないですもん。そう、膨らんでるとかっこよくないですから。ヒゲとかどうですか？かっこよくない。青ヒゲのタトゥー入れてる。ヒゲタトゥー、いやもう入ってるみたいなもんなんでね。ヒゲタトゥーは、今も。常にね。取れない。うん。濃さも変えれるし。便利だな。便利だ。まずはね、おばさんとかがね、眉毛とかね、もうおばさんとかじゃないのかな、もう。そうだね。もう今や、そうでもないのかもしれないけど、ね、眉毛、うん、眉毛、アートメイク。アートメイク。流行ってますから、ね。いないですか、この中に日本放送のタトゥー入れる人。実はいないですか、これ。そんな気合入ったやついないですか。みんな本当、芋みたいな顔してますけど、タトゥー実は入ってますみたいなやついるんじゃないですか。タトゥーでもさ、日本放送のタトゥー入れたらさ、うん、首にできなさそうじゃない。さすがに、社長も。ちょっと確かにその、そこまで言ってくれてる。手グループ、ね、あ、そうね、昔の目玉に眉毛トントントンってさ、まあ、トントントンですね。そこまで入れたら俺、うん、多分大丈夫だと思うよ。日本放送何しても。でもその他にやりたいことができて、その仕事を変えた場合消さなきゃいけなくなるんでね。それがダサいになっちゃうから。はい。ケツの皮を持ってきて貼らなきゃいけない。全然俺らも吉本工場のね、笑顔のタトゥー。あの Y のやつね、うん。全然入れれますよね。全然入れてもいいですけどね。入れたらまあ、給料増えるんですかね。増えるんじゃないですか。やめない。絶対やめないっていう、ね、意志の表れですからね、そこはね。なんでじゃあ怪我したんですか、その肘は。僕の怪我はもうトレーニング以外にないです。意味わかんねえんだよな、本当に。体を強くしたいのになんで怪我をどんどんしていくんですかね。関係ないですよ。あの肘だ、あの膝だ、腰だとかね。肘、肩、ひどいですよ。どん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 痛めていくんで、最終的に本当に全員弱くなって終わるんですよ。だ怪我して、重いもん持てなくなった時に僕は筋トレやめるんです。じゃあもうそろそろじゃないですか、うん、もうだいぶだって肩とかも上がんないんですもんね、うん、もう持てないじゃないですか。そういうもんです。みんなトレーニーはみんな弱くなって、うんうん、怪我して、うん、弱くなって細くなって終わるんです、うん、もう悲しいですね。真っ黒になった、うん、ボディービルで散々日焼けして真っ黒になって細くなっていって、うん、最後そのプレートになって、うん、次のマッチョが持ってるようにプレートになって そうなんですか。だから真っ黒なプレートは全部もともとマッチョだったんです。だからその丸まってるってことですか、ね、そう、次のマッチョに受け継がれていくんですよ。どん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 死ぬってことですか。死ぬっていうか永久に生き残りってことよ、ジムに。プレートとなって。ちょっとごめんなさい、その急にファンタジーになっちゃったんで、もうあの興味が薄れちゃいました。使ってくれよ、まあ、もういいやってなっちゃうし、使ってくれよ俺をさ、ジムでさ、もうちょっと話したくないです、この話は。そんなわけない、なさすぎて。じゃあダンベルはとか聞いてよ、いや、もう興味がないです、本当に。サイズ違うけど。じゃあダンベルはなんて。サイズ違うけど。出るわけないじゃないですか、僕からその質問が。じゃあダンベル、バーはどうなんですか。バーはとかさ、いろいろ質問あるだろ。聞きたいことたくさんあるだろ。いや、もうないです。はい。わかりました。うん、ありがとうございました。はい。わかるなよ。素敵なお話ありがとうございました。すぐにわかるなよ。まあ、下半期にね、なりましたよね。7月ということで、ねね。うん、なんかありますか？下半期は楽しみにしてることは。下半期。うん、秋、冬ね。まあ、季節的にはね、私も、好きですからね。涼しい方がね。秋はね、特にね。うん、秋、うん、秋の最高ですからね。オータムバケーションですよね。ああ、そうですよ。夏休みもあるんでしたっけ？
夏休みは結局どうなったんですかね。まあ、夏休み、あるかもしれないという秋休みありますけどもね。何ですか、みんなその、まあ、休み以外で言うと、なんかないですか、イベント的なね。楽しみにしてること、もう、最近の楽しみといえば、本当にもう、漫画が更新されていくのを楽しみにしたり。何作品見てるんですか、今。いや、でも、そんなですよ。その常にあのネットでウェブでブックマークしてるものがあって、それ毎週チェックしてるみたいな感じですかね。何作あるんですか、それ。ああ、何作なんだろう。でも常に更新してるのは10作ぐらいですよ。常に。ジャンプとか買ったら全部読むタイプですか。ああ、いや、新規連載は見るんですけど、一応ね。でもなんかあんま来なかったら、すごい移り変わり早くて今。あ、そう。ジャンプの新連載もうすごいのよ、本当に。一回さ、新連載でさ、もう一回やっぱネット上で一回盛り上がっても、うわ、すげえの始まったって思って、一ヶ月経ったらもう一番後ろにいたりするから。もう、すごいよ。もうジャンプとジャンプラの今、関係はどうなってるんですか？もうジャンプラの方がもうすごいんじゃねみたいなニュアンスあるんですか、やっぱ。なんかわかんないけど、でも、当然、多分漫画家の方々は、本誌に乗るのが夢だと思うんですよ。まあそうだね。だから本誌の方が当然格付けは上だけども、やっぱこの、まあ、無料で見れちゃうし、とか話題性はやっぱジャンプラの方が高いね。そうだね。もう若手だったらもうね、ジャンプラ目指すやつとかいそうだけどね。でもっと言うとさ、その、まあどういうシステムかわかんないけど、作家に実は優しいはずじゃん。ジャンプ、ウェブで更新されていった方が。ジャンプラの方が。多分ね。そのデータのあれとか。まあ、休みになったり。救済もそんなに厳しくないじゃん。そうなの、ね、とかわかんないけど、なんかやっぱアニメとか、まあ、新しく始まると最初にやっぱめっちゃジャンプラなんだよね。あ、やっぱそうなんだ。ジャンププラス掲載みたいな、そのうわまたジャンプラだみたいなのめっちゃあるんですよね。ちょっと難しいな、今もう。で、鬼滅やってたじゃん、アニメ最近。あ、そういえばね、最近ネット上でね、産屋敷さんが大バカでした。そこをやりました、アニメで。で、その、鬼滅見て思うけど、やっぱ短いの増えてないですか、最近。もう短いのやっぱいいなっていう。あ、話が。話が。昔はだって全部短かった。いや、そうじゃん。だから、もう、なんだろうな、ほんと気持ちよく終わる系が流行るんじゃねえかなと思うけど、そんなこともないんですかね。難しいんじゃないですか、その、いろんなさ、売れたらさ、当然、その漫画だけでさ、なんか、だけじゃなくなってくるじゃん。まあ、呪術とかも今、まあね、ということね。ね、実写化とかしたらさ、実写化まで持たせないといけないとかさ、終わりよとかあると思う。そうですか。でも、鬼滅、あ、でも、下半期とか、まあ、今後の楽しみで言ったら、鬼滅。ね、映画でやるんでしょ、最後まで。楽しみですね。3冊ぐらいやるんでしょ。すごいですよね、本当に。全然倒せないですからね、マジで。いや、そう、皆さん。いや、その、知ってるんじゃないですか、皆さん。もう、さすがに。マジ倒せないですからね。知ってますよ。結構、かなり強い。超強いですよ。かなり強い。俺らが思ってた10倍強いですからね。もう無理じゃんって俺何度も思ったもん。あ、じゃあ倒せないんだとすら思ったよ。で、みんなもう満身創痍だったし。まあそうだね。もうやめてってやっぱみんな思ったと思うんですけどね。姫島さんが足やられた時も終わったと思った俺。で、どう最終的にはその勝つんですか、やっぱり。鬼滅どうしよっかな。勝つだろ、絶対いい。勝つだろ。勝つだろ、多分。鬼滅のネタバレどうしよっかな。このラジオ。いろんなネタバレしてるけども、鬼滅すごい微妙なラインだな。そうさ、言っちゃってんだよ。言っちゃってんだよ。産屋敷が爆発するとかさ。知らない人、産屋敷爆発すんのって思うの。じゃあ、セルは倒されました。って言えるよ、俺も。そう、セルはね。セルは倒されました。ボールね、セルは倒された。ブーも倒されたけども、転生してウーブになりました。はい。まで、全然いる、俺。ドラゴンボールはいいです。これはもう全然。批判、覚悟で。批判覚悟ってか、もう、それはいいですよ、言って。全然いる。誘惑もトーナメント倒したの延期でした。最後優勝して延期が優勝しました。はい。もう全部言える。鬼滅は。鬼滅が勝つんですか、最後、炭治郎は。いやー、連載終了したけど。まあ、まだちょっと鬼滅ファン、鬼滅ファンは知ってるよ。あとアニメで追ってる。鬼滅ファンは終わり知ってる。アニメで追ってる鬼滅ファンが。そんなやついねえだろ。そんなやついないだろ、お前。いや、アニメで追われてる鬼滅ファンがいるだろうから、ちょっとネタバレ。アニメ追ってる人はそんな好きじゃないよ。言えないかもしれないな。まあ、子供たちとか。子供たち、聞いてねえよ、これを。
大丈夫なんだ。これを楽しみにしてるさ、子供がさ、聞いてるから、こんな時間じゃない。マジカルラブリーオールナイト日本ゼロで。マジカルラブリーオールナイト日本ゼロでって言わねえ。ネタバレが。言うかもしれないからね。姫島の足がって言ってた。なんかどうなっちゃうの、姫島さん足がやられるのって聞いてねえ。なるじゃん。そんないい子は聞いてないよ。このラジオは。言えないよ、これは。うん、まあ、そのみんなでじゃあ、ね、この炭治郎を応援しましょうっていうことですね。炭治郎を応援してさ。最後どうなるか分かんないけども、はい、柱たちを応援しましょう。うーん、柱たちはやっぱ全員ちゃんとやっぱ強いから生き残るんですか。あー、どうしよっかどうしよっかな、これも全員全員もう煉獄さんはまあちょっとあれだったけど、うん、他の柱はまあ全員一応やっぱ強いから、あの生き残るって感じですか。あの仲の悪かった二人がだけどうか生き残るのはみたいなとこだけ言っとこうかな。二人しか生き残らないんですか。あいん、まあ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 。すいません。映画を待ちましょう。映画を待ちましょうってことですね。まあまあ下半期かわかりませんけどね。まあその今年中にさすがにちょっと難しいかもしれないですけどね。まあ、ね、楽しみでございますね。あとですね。はい。我々マジカルラブリーは大使コンビになりましたよ。あ、そうですか。ありがとうございます。皆様のおかげで。私、村上がですね、4月に愛知県新城市の観光大使になりまして、まあちょっとね、俺は大使だと、いう形で、このラジオでね、すごい語らせていただいたんですけども、なんと野田さんが、まあ、ふるさと大使なんですけども、神奈川県横浜市南区の、これ、愚明寺でいいんですか、愚明寺観音通り商店街、ふるさと大使に就任しました。なんか音が。まあ、厳密に言うとね。なんだかよくわかんない場所ですか。まあまあ、君がなんか、なんだかよくわかんないところのなんか、新城市。新城って読むんですけどね、これ。新城市ですけどね。で、どこでしたっけ、岐阜読めないんだ。愛知県、愛知県。愛知県。書いてあります。愛知県の新城市。なんか新城市の、新城市の観光、新城。新城市。新城市。新城市の、重箱読みですけど、なんとか、新城市観光大使。観光大使とかいうのに、なってる時にもすでに決まってはいたんですけども、はいはい。まあまあ、あえて聞いてあげたみたいな。まあまあ、でもちょっと言うほどでもないか。観音、何これ、観音通り商店街、はいはいはい、ふるさと大使。ねえ、はいはいはい、これは、まあ、何ですか。面白いですね。まあ、何ですか、これ。まあ、強いて言うなら、うん、まあ、新城市よりも多分、人口は多いんじゃないかな。この通りですか。商店街の方が。観音通り付近に住んでる方の方が多いってことですか。新城市大将。まあ、200人ぐらいじゃけ、人口。いや、もう万いますよ。さすがに万はいますし。人口200。はい。いや、もうその人口200人なわけないじゃないですか。死だっつってんだから。死だっつってんの。あ、そうですか。うん、そうですよ。まあ、はい、まあ、そのかね、ちょっと僕の、まあ、出身である、はい、まあ、南区の、にある、はい、まあ、愚明寺観音っていうね、はい、まあ、商店街の、まあ、ふるさと大使に。に見させてもらいまして。何ですか、そのふるさと大使っていうのも来た。まあまあ住んでたんで。わかりませんけどね、よくね。何でしたっけ、なんか、安倍さんは、ん、安倍浩二さん。安倍浩二さんとか、安倍浩二さんは、この辺じゃないんですか。安倍浩二さんも、はい、ここがふるさとです。やってるんですか、ふるさと大使を。安倍浩二さんは、まあその、声をかけられます。これに関してはすごいのが、安倍浩二さん護衛したってことですか。もともと言ってしまえば、はい、M1 チャンピオン、R1 チャンピオンになった時点で、はい、なってもよかったじゃないですか。で、僕なりたいって言ってたし。あ、言ってたんですか。うん、この観音通り商店街、はい、ふるさと大使になりたかったです。あ、そうなんですか。言ってたんですか。うん、ずっとなりたいなりたいって言ってたんですよ。うん、そっからやっぱ3年様子見られてるんで。だからすごいですよ。R1 優勝程度じゃ無理なんですよ。やばそうだって。安倍浩二さん。R1 一個じゃ、なれないです。あ、そうですか。みかん取んないと、今時間の商店街の観光大使になれないです。アイドルと結婚しても無理ですか。無理です。高橋愛さんもすごいけども、はい、ちょっと厳しいです。みかん取んないと。あ、そういうことですか。そのぐらい、この、素晴らしい、この、ね、観音通り商店街、ふるさと大使、かっこわらっていう感じですけども。あれですか、なんか、新城市はあれでしたっけ、うん、応募したらなれるんでしたっけ、ね、なれませんよ。非常に。僕もなれるんですよ、多分ね。初なんでね。初なんだよ、やっぱ私。新城市初の、やっぱ、観光大使。もう、どうする、こんな、
こんなすごい方いなかった、どうするこれっていう、その、もう分かんない感情だったの、みんな多分。何かにしたいけども、どうすればいいんだろうっていう。歴代番長がなるやつですもんね。歴代番長がなるやつじゃないです。肩パン強いやつが一番、一番肩パン強いやつがなるやつ。土建屋の社長とかがなるやつじゃないですよ。それは、その、市議会議員とかなんで、それは。はい、観光大使なんで、もう全然違うんで。新城市の名物、肩パン。肩パンじゃないです、別に。新城市の名物が。あるんですか、逆に。愚明寺観音通り商店街っていう、この、はいはいはい、とこには、はい、名物が。あります。ね、言ってみろよ。まあ、もう足震えますよ。なんだよ。もう菅さんです。菅さんです。もう菅さん。元総理。元総理です。もう、菅元総理です。かっこ笑ってことですか菅元総理かっこ笑ってことですか令和。あの掲げた。あれは掲げた。僕も。まあ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 。まあまあ強いじゃないですか。ですよ。まあまあですね。うん、菅さん。菅総理、安倍浩二、野田クリスタル。野田クリスタルというこの三本柱で。で、菅総理を抑え。抑え。ふるさと大使ですか、菅さんやってたわけじゃないですよね、多分。まあそうですね。あ、商店街の、一応仕切ってはいるみたいです。はい、あ、そうなんですか。はい、もう菅さんの名前がありました、はい。うん、すごい総理ですからね、本当に。いや、すごいですよね、うん。名物ではないですから。あ、ない、あるんですか、その菅コロッケみたいな。菅パン。菅パンみたいなのあるんですか、うん。菅唐揚げあったんじゃないかな。菅唐揚げあるんですか。何ですか、その菅唐揚げ。唐揚げ。何が上がってるんですか、令和ってね、書かれた。あ、もうそれに。四角になった。それだけで、うん、形の。菅さんだけで行こうとしてたってことですね、その観音通りは。あったんじゃないかな、確かね。あ、そうですか。まあまあ、頑張ってくださいって感じですかね。まあ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 。まあ、ちょっとね、横浜市観光大使になっちゃうと。ちょっと、コンビ差が。横浜市観光大使はすごいですよ。横浜市観光大使はちょっと。いやいや、横浜。愛知県観光大使より上なんで多分。いや、そうね、横浜市観光大使になってくれてたら、まあ、なんかこう、まあ、いい感じに戦えるかなと思ったんですよね。新城が。新城市と、やっぱ横浜市だったら、まあ、本当に、もう面積で言ったらもういい勝負だと思うんですけど。横浜市広いんすか逆に言わしてもらうけど。ねえ、平米数は。広さだけなんですよ。本当に。誇れるのが。どうなってるんですか平米数は、横浜市は。もうちょっと狭い方がいいですよ、多分。戦えるんですか新城市と。僕、思ったんですよ。ね、本当、今回。ないですよ、今回、マジな話、観光大使、まあ、ふるさと大使ですけど、なって思ったんですけど、うん、狭い方が応援される可能性が高いです。本当に。これ、法則です。たくさん来たんですか人は。やっぱね、その、愚明寺、まあ、横浜市観光大使就任式だったら、うん、あんなことにならないです、多分、僕。はい、でも、愚明寺っていう、どんなことになったんですか、すごい狭い場所での観光大使だから、うん、はい、やっぱその分、やっぱ、愚明寺側が本気出すだけですよ、はい。私も通ったことあるとこですよね、多分、ね。そうです、寿司屋とかあるとこでしょ、ブランチで一回寄ったとこなんだけども、やっぱ、狭ければ狭いほど、その自治体の人が本気出すわけですよ。はい、そしたらですね、やっぱ、この、この愚明寺商店街がやれること全部やってくるんですよ。うん、だからその、まず、みこしが出た。が出て、はいはい、で、それ用に子供たちが、獅子舞やら、何やら、そうですか、いろんな宴を、宴を披露し、なるほど、で、僕のお面を150枚配布し、うん、150人が僕のお面をかぶり、うん、全員みんなで野田クリスタルと、イベントをやり、はい、で、みこしもみんなで野田クリ、野田クリ、野田クリっていう、あっちゃーですよ。あっちゃーもうカルト団体。これはカルト通り。カルト通りです。これは僕も言いました。これはさすがに怖いと。怖いです。恐ろしい。恐ろしい。なんかね。気持ちが悪い。まあでも、そういう人はたくさん来たってことですもんね。それがもう商店街の過去一人集まって。過去一。3、4000集まって。結構やることないんですね。やることね、ない。うん、僕もね、多分半分くらい分かってないんじゃないかって思ったんですけど。だからそう暇だしね、まあやることもないし。来てるかっつって。やることもないし、まあなんかやってるし、まあ見ていくかっつって。誰だこれ。なんだ。すごいですよ、やっぱ、宮寺商店街の活気は。そうだったです。子供たちも。まあまあ、そういう時はね、お祭りで活気が出るのは、それはもう新城市だってもちろんそうだしね。うん。お祭りはもうそれは活気出ますよ、皆さん。あ、そうですか。あ、もちろんですよ。本当に。じゃあ、就任式も。就任式も、だから語られてはないですけど、まあ、僕のお面はみんな被ってましたよ。
村上おめん。あれ、ね、流行ってるんですかね。村上おめんを。うん、流行ってる可能性あります。なんか、市長とかその右腕、左腕みたいな人も僕のお面被ってましたよ。定番化されてるんですね、うん。もしかしたらそうかもしれない。どっかから流行ったのかもしれないですけどね。いや、恐ろしいです、だから。うん、僕も、だから、その、はい、そんなつもりで言ってなかったんで、正直言うと。はいはいはい。なんかその、まあまあまあ、サグッと。まあ、普通に出てね、市長からなんか助けみたいなの渡されて。なんだったら、ね、その集まってくださいぐらいのノリだと思ってました。はい、あ、なりまして僕、うん、ってなったと思ったら。うん、すごい人数で。で、もう市長も来て。昔から、そのあなたのことを知ってるおじさんおばさんとかもいたりするわけじゃないですか。いないです。そんな人は。おお、の、あ、野田んとこの、みたいな。いや、あるわけないじゃないですか。あれ、そうなんですか、うん、僕が地元に根付いてるわけないじゃないですか。の、野田んとこの、あの、三なんだよな、みたいな。誰も知らないんですよ。僕、外に出なかったんですから。実家暮らしの時。なんでそんな奴が観音通り商店街のふるさと大使ができるんですかね。ネトゲ廃人なんですか。ちょっとだから、実家にネトゲ廃人ですよ。18時間電話したんですよ。もう、ちょっともう一度ね、あの、人選をしっかり考えた方がいいかと思います、私は。グミオジ観音通り商店街の皆さん。まあでも本当、グミオジっていう商店街、すごいいい商店街なんで、はい、いろいろバシバシ、ロケ、なり、はい、何なり使ってくださいよ皆さんね。あ、そう、テレビ誘致してるんですか。もう本当に大歓迎で、うん、はい、もうすごいです。すごい。全部やってくれます多分。あ、本当ですか。うん、あ、まあでも商店街自体はまあすごいね、素敵な商店街ではあったと思いますんで。ええ、もうガンガン使ってください。うん。うん、あ、その度にじゃあ大使は一応行くんですかね。ロケがある度に。僕も行って。うん。それはもう挨拶した方がいいもんね。して、そらね。うん。なんかゆるキャラを提案したみたいな書いてありますけど。グミオジ。あ、グミオジってなんか、このリスナーがずっとグミオジ、グミオジって言ったら、うん、グミオジって何のことだろうみたいな。あー、あったかも。グミオジさん。グミを食べてるおじさんだと。グミのおじさん。グミオジさん。はいはい。のことを話してると思、途中まで思ってたと。あ、だからこれも危ないですよ、今、ずっと。グミおじさんの話。グミおじさんの主任大使。グミおじさんの商店街ふるさと大使じゃないですか。グミおじさんじゃないですか、ね。グミおじはグミおじっていう。グミお、うん、グミおじ。寺です、寺。うん。グミお寺、グミおじ。うん。っていう、なんか、うん、だったらグミおじさんのゆるキャラを作ろうっていう話で。うん。なったんですか、グミおじは。いや、僕も知らなかったんですけど。グミおじさん、どういました、うん、なんか、ゆるキャラいましたもん。なんかいました。うん。あ、そうですか。何グミおじ商店街のゆるキャラが。何さんがいるんですか。マジで分かんなかったです。何のキャラか。そこにいるんじゃないですか。来てはいたんですけど。来てはいたんですけど、うん、ちょっと分かんなかったです。なんか、2匹いたんですけども、うん、ちょっと、なんか、いじっていいのか悪いのか分かんないぐらいの。犬なのか猫なのか、そのさ、馬なのか、そのさ、侍？オグジ&サグジ。鬼だ。オグジ&サグジですって。オグジ&サグジ？鬼なの？グミオジは？グミオジは鬼なんですか？ちょっとその、なんか牙的なのがね、まあこれでも人というかその普通に 鬼のキャラクター、可愛らしいね。鬼の男女ですね。子鬼ですって。双子の子鬼。子鬼？うん。子供の鬼。うん、ああ、子鬼ね。うん。大岡川っていうのがあるんですか？川が。大岡川に住んでる子鬼だそうです。そうですか。まあまあ、桜が有名なんで。一応ね、ああ、なんか桜っぽいね、髪。うん。言葉の語尾に、何々ぐじーとつけるのが口癖だそうです、ね。グミおじだから？グミおじですよね。うん。ぐじー。グミおじで、ぐじー。妙が取っちゃったってことですね。妙はちょっと。あなたもぜひね、ぐじーつけていただいて。確かに、妙の方がいいんだけどね、多分可愛さ的に。何々妙の方がいいけど。うん。ぐじーの方取っちゃった。ぐとじーを取りました。頭と後ろはね。なんでぐじー取っちゃうんだろう。ぐじーっていう。珍しいよね、ぐじーの方取る。ぐじー。語尾と言ったら妙な気がするけどな。うん。高2が住んでるとされてた町なんですね。ちょっとわかんないですけども、多分そうなのかな。まあ、あなたがそのグミおじさんをね。あ、愛知県の新城、はい、ゆるキャラやっぱいますよね。の、うん、のんすけ。のんすけです。何ですか。何笑ってんの。のんすけで。かわいい。マジなんすか。これ新城市の営業部長の役職もこなす7歳。面白いじゃないですか。7歳馬。うん、馬です。7歳馬となると結構ですね。はい、7歳馬。なかなか。もう走らないですか。走らないですよね。走らない。新城軽トラ市。新城軽トラ市。軽トラ市。うん、ちょっともう何を言ってるのか全くわかりません。軽トラ市って何
軽トラ市って何？軽トラ市って市があるんですか？ちょっと僕は新城軽トラ市ないと思いますけども、ちょっとこれよくわからないですよ私も。どっから？どっから来たんですか？もう片パンと軽トラの町。野蛮だな。片パンと軽トラの町かもしれない。野蛮だな。ノンスケ。もう地元から出る気がない人たちじゃないですか。とにかくいいじゃないですか。地元を愛してるんですよ。ノンスケ馬のかわいい。どっから来たんですか？ノンスケって名前は。知らないですね。ノンってのはあるんですか？ノン、まあ、ノンって言うんですよ。その、一応方言みたいに。うん、ノン、ホイ。ノン、ホイ。ノン、ホイ。ノン、ホイって言うんですよ。みんな。うん。だそのノンだとは思うんですけどね。ちょっとあんまり知りはしなかったんでね。うん。覚えました。まあ、頑張っていただきたいっていうことです。アンバサダーコンビとしてね。そういうことです。しっかりと、地元をね、押し出していこうかなと思います。恥ずかしくない行為を。何かね、仕事とかあったらね、ぜひ声かけていただきたいということでございます。生放送です。メールでご参加ください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です。X のハッシュタグは、ハッシュタグマジラブ ANN0122.0 の G です。そしてこの番組はライブ配信アプリの17でも東京中田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像ともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイト日本ゼロ、ぜひ17でもお楽しみください。ということで最後までお付き合いくださいね。はい、ではここで一曲、カナブーンでシルエット。この時間、マジカルラブリーのオールネット日本ゼロをお送りしております。はい、軽トラ1でしたね、読み方がね。軽トラ市じゃなかったです。軽トラ1でした。軽トラを売る。軽トラを売るんじゃないです。軽トラで売るって感じですか。日本中のパクった軽トラを。パクった軽トラを売る1じゃないです。すごい集団ですね。違います。市が一丸となって、はい、日本中のサービスエリアに泊まっていて、サービス鍵刺さったままの軽トラをパクって、そのためにあのね、談合坂行ってるわけじゃないですか。だからか。だからそんなにサービスエリア好きなんだ。軽トラ探してたんですね。軽トラの荷台にいろんなもの乗せて売る、その一番的なのを開催してるんです。盗んだ軽トラをどんどんここに集めていって。違います。ねえ。それは死がさ。野蛮な。野蛮な死ですね。死を上げてやるんですか。全員タトゥー入ってんだろ、お前の死。やめてください、その。肩パンするし。日本三大軽トラ市だそうですよ。死ぬしかしの。あとどこだよ。今から宮城とかだったんですけど、すごいんですから。ですか、まあ、軽トラ1。軽トラ1でございました。はい、すいません。メールです。はい。ラジオネームシグ。はい。え？産屋敷さん、爆発すんの？畜生。鬼め爆薬を使うなんて、卑怯者まあまあまあ。ちゃあ、まあ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 。あんま言えないけど。シグ。シグ、まあ、まあそうなんだけど。あ、見てくれ。ごめんな。うん。まあ、すごい、まだ全然楽しめる。うん、そのぐらいだったら全然楽しめるから。うん。アニメ見てくれ。うん、今、そう思ってるんだったらすごい楽しい展開になる。すっごい楽しめるから。うん。言えないけど。すんごいワクワクしたもんな、ね、やっぱりな。さすがって感じしたね。ラジオネーム、逃げるは恥だが、薬満。はい。野田さん、トレーニーってさらっと言いましたけど、うん、それって、ダンベル片手にしこるってことって、ですか。こいつバカじゃん。こいつら。ニーツではお前。すぐじゃん。僕もやっぱそうさらっと流しちゃいましたけども、うん、あなたはよくトレーニーって言うから、オナニーのこと言ってたんですね。言ってないですよ。トレーニングオナニーじゃないですよ。トレーニングオナニーを略してトレーニーじゃないんですよ。我々トレーニーはみたいな言い方しますけど、その意味が分かんないです。我々ってそのもう分かんないけど。オナニーのことなんですか。さすがにそのダンベル持ってる片手の方が先に疲れるだろう。わかんない。同時にしてるとしたら。で、その、鍛わるしってことですよね。鍛わるし、どうせしこるんだったら持った方がいいよねっていう。持ってる方が。考えですか。先に限界来るだろう、多分。ダンベルをしごくってことですか。何が楽しいんですか、それ。しごかなくても立ってるんだよ。何が目的なんですか。しごかなくても硬いんだ、あれはもう。トレーニーは何が目的なんですか、それ。僕はわからないですよ。意味が全くわからないです、僕は。気持ちも。わかんない。いるかもしれない。ダンベルをしごいて何が楽しい。僕はごめんなさい、本当にわからない。もう、その気持ちが、トレーニーの。ダンベルヒコヒコして何が楽しいの注意するよ。わからないですね。できんだよ、そんなやつ。だから言っといてください。意味わかんないんだもん。できんなって。え？鉄臭くなっておしまいだよ、それも。手が。野田さんは、例えばその、ちなみにね、野田さんはじゃあどういう意味で
どういうつもりでやってるんですか？だからよ。トレーニング。なんで俺がダンベルをシコシコして、2時間やって、じゃあ、シャーっつって帰ってくるの。どうなってる俺は、じゃあ逆に。なんか見るんですか、その本。エロ本とかも。その動画とか見るんですか、その。腹に乗せて。エロい動画。膝に乗せて、エロ動画流しながら。エロ動画流して、ダンベルをシコシコするんですか。シコシコして。何が楽しいんですか。どうなるどうなるのよ。俺が知りたい。こっちのセリフですよ。俺が知りたいよ。こっちのセリフです、それは。何が、でもっと気持ちいい方法ありますから、それちゃんと調べてください。ググってみてください。どうなるのそれ。わからないです、本当に僕は。その鍛えてる人の気持ちが。ジムに行ってさ、そしたらつって、うん、何なんですかね、分からない。トレーニングしてる人です。あ、トレーニングしてる人です。トレーニーは。あ、そう、しこってる人です。じゃあ2位っていうのはじゃああれあのオナニーの2位じゃないですか。ね、すいません。ラジオネーム煮物。はい。オグジ&サグジ公式 X のアカウントがあったのですが、あ、そう、2016年12月8日にようやく公式アカウントをスタートさせれたという喜びの投稿をした後、2016年12月16日に投稿を最後に止まっています。ひどいですね、もうひど、もういらないじゃん、その、じゃあなんでそんな解説したの。ゆるキャラの X、8日で止まることある。誰だ、その人事異動があったってことですか。オグジ&サグチの中の人がその移動しちゃったってことですかね。もっとバズると思ったんじゃない。もうだから、すぐ、もう、あ、これ無理だなってなったってことですかね。あ、全然誰もいいねしてくんねえわ、つって。判断早いのはいいことですけどね。反応が薄かったんだろうな。誰も見ないなら、まあ、やりたくはないです。か、つって。ちょっともうちょい粘ってほしいけどな。野田さんがやってもいいんですよ、オグジ&サグチの中身を。なんで俺がオグジ&サグチの公式 X やんなきゃいけないんだよ。知らねえんだよ、あと情報も。オグジです。オグジ。今日はオグジです。今日はオグジです。盛り上げるっていうのはね、やっぱゆるキャラいりますから、やってください。ラジオネームメートル法、軽トラ市って、あくまでも、新城市側は軽トラを売っているという名目で、軽トラに何が入ってるかは管理できませんっていう、そういう法の抜け穴をついてる市場ってことですか。ね、違いますよ。そっか。ソープランド的な。ソープランド的な感じじゃないです。あくまで軽トラ売ってるんで、その中身は分かんないじゃん。軽トラは売ってないんですよ。中身は、たまたま中に、そういうね、法に触れるものが売ってるかもしれないですよね。これ荷台に何が乗ってるかっていうのは、確認しきれないじゃないですか。野菜だ、服だ、いろいろあるよ、それは。中にね。なんでそこでその違法のものを売るんだよ。その、まあ、自由恋愛が。自由だから、ソープランドじゃないですか。軽トラの荷台に女の人乗ってるけども。で、それ軽トラを売ってるだけだから。それあくまで、それはまあ、軽トラ売ってるという名目ではあるんですけど。たまたまいる女の人。意味わかんない。たまたま風呂が入ってる。なんでそこと自由恋愛していいんだ。たまたま風呂があって。意味がわからないだろ。違います。軽トラで物を売りに来てる状態です、おそらく、はい、それが軽トラ1ですから。キッチンカーってこと、キッチンカーに近いんじゃないですか。キッチンカー1じゃん。違う、それ。いや、キッチンカーじゃないです。でもキッチンじゃないですから、そのただ物を乗せてるだけです、その軽トラの荷台に。そこにで、なんかその何、商品をこう飾ってさ、棚みたいなつけるか知らないけど、そういうことですから。それがなんで新城市で話題になった有名なんですか。ゆかりあるんですか、軽トラとかの。いや、ないっす。じゃあ、なんですか、これ。軽トラ1って。なんで新城市がそれをわざわざやる必要があるんですか。それ知らないですよ。いや、その土地があったんでしょうよ。土地がたくさん。軽トラが有名で、それを開いたんじゃなくて、場所がありきで、じゃあここでやろうよってって、ここで軽トラ1を開こうってなったんですか。悔しくないんですか。悔しくないです、別に。別に悔しくはないですよ、私。悔しくないのかよ。知らないよ。場所があったからさ。知らないよ。じゃ軽トラ1っていうのは別にどっかであったら。ここ使わせてくれよ。場所余ってんだろ。ここ誰のもんでもないだろ、つって。場所は余ってる、多分。場所は余って、誰のもんでもない場所なんかないけど。すいません。じゃあ、そう、流行ってるらしいんですよ。町おこし的なあれなんじゃないの。多分ね。あ、そう。そういうことですよ。まあまあまあ、知らないですけども。じゃあ、そのイベントとかも、じゃあ観光大使だったらね。まあ、もしかしたらね、僕呼んでくれたら行くかもしれないですし、軽トラ出店側で。なんで僕が軽トラで何か売りに行くんだよ。
いや、まあ別にいいけどさ、それでも。好きなもの言ったらいいじゃないですか、うん、時計とかさ。時計軽トライチで時計売ろうよ。売るほど持ってませんし、どっかで買い付けていくってことですか。うん、いいですもん、やらないです。唐揚げ屋さんとかさ。キッチンカーですよ。キッチンカーとかさ。それはキッチンカーになっちゃう。ちょっと盛り上げてください。軽トラではできないですから。いや、それもちろんね、もう盛り上げには行きたいですけど、うん、呼んでくれたらね。呼んでくれたらね。呼んでください、軽トラ1にも。うん、はい。わかりました。うん、僕ももしかしたら公式 X やるかもしれないけど、オグジサグジも。オグジ&サグジね、はい、やってくださいよ、はい、ぜひ。あのさ、はい、そんなことより。何ですか？そんなことよりですよ。そんなことより、なんで、軽トラ1のことそんな悪くない？そんなことよりさ。そんなことって言うな、軽トラ1を。今日はあの、うん、壁のまた収録でしたけども。壁でしたね。だからね。その、うん、すいません、ね、遅刻されてましたよね。遅刻しましたね。今日。電話かかってきた時、集合時間が7時集合、ね、?7 時集合だったんですよね。うん、7時で、まあ、新横収録、新横浜収録だったんですけども、うん、7時5分ぐらいかな、うん、にマネージャーから電話しましたよ。うん、それで起きた感じですね。で、はい、まあ、直で来たじゃないですか。はい、新横直。直で来たじゃないですか。うん、もう、ベロッベロッ。いや、まあ、ベロッベロ、まあ、先は抜けてない感じではありましたね。頭がもう、もやもやする感じで、はい、もやもやする感じではありましたけども。徐々にやっぱ汗もかいたし抜けていきましたよ、それは。うん、俺は別にそれでね、はい、そういう遅刻をしても俺、そんな責めたことないでしょ、一回も。うん、まあ我々はお互いですけどね、うん、それは、ね。なんだったらその、うん、俺はその、こうやって遅刻した時にね、うん、あんまこう、ぶや騒ぎにならないように、うん、なるべくこの、バレないようにね、相方が遅刻したとか。あんま言わないですよ、本当に。バレますけどね。うん、なるべくバレないように、はい、あの、おとなしくしてるわけですよ。そうなんですね。うん。で、まあもちろん本番には間に合ってるけど、リハーサルは、リハーサルちょっと遅れてるわけですから。ね、うん、申し訳ないっていう気持ちはもちろんあっていいじゃないですか。それはもちろん、はい、遅刻した側はね、やっぱ思いますよ。お互い様じゃないですか。いや、それはそうです。したりするのはさ。あなたもたまにしますからね。で、この前ですよ、はい、あの、福岡公演があった時ですよ。はい、ネタ、寄席、ね、があった時ですよ。はい、うん、その時にですね、うん、あの、ネタの、うん、出番にですね、はい、僕が間に合わなかったことがありまして、この前。そうなんですね。それで、まあ、村上と。1回目じゃないですからね、その、うん、どこで 3回目ぐらいかな。3回目ぐらい。2と3の間、3ぐらいで、うん、僕がちょっと本番に間に合わずに、うん、村上が、まず一人で出て、うん、その後、その場に行った芸人たちが一緒に出て、場を詰めてくれたと、はい、10分ぐらい。ありましたね。うん、っていうのがあったじゃないですか。ありましたよ。で、その時なんだかね。それはやっぱりその助け合いですから。それは本当にありがたくて、うん、わ、これ芸人だなって思ったんですけど、うん、この間であればその時に、あんたがね、うん、その、この、相方が、はい、もうゴールドジム行って、はい、もう鏡で、自分の顔を見とれて、はい、間に合いませんでしたって言ったじゃないですか。言ってましたね。もうずっと、鍛えすぎちゃって、はい、間に合いませんでした、みたいな。あの、鍛え終わって、うん、鏡を見てたら、時間を忘れて、来てませんって、はい。来てませんって。はい。もうそれはもう言うしかないじゃないですか、でも。来てないんだから。トレーニーだから。トレーニーだから、やっぱりその、パンプされた体に見とれて、うん、気づいたらもう2時間ぐらい経ってたと。言ったじゃないですか。はい。で、まあいいんですけど。はい。で、まあね、厳密に言うと、うん、これは厳密に言うとですよ。はい。これはまあ、俺の最終的な確認ミスであるけど、一応伝達ミスであったんですよ。はい、僕が送られてきた出番時間が、本来ならその、違う時間で。まあ、メールとね、うん、マネージャーから送られてくるメールと、交番表の時間は違った。ずれてて、俺はちょっとメールだけしか確認しなくて、はい、で、結果ね、うん、その、まあ、多分本番、その書かれてるメールの時間と1時間ぐらい違ったんですよ。結構ね、50分ぐらいかな。そうだね、うん、40、50分違ったかな、うん、それ、そういう人なんですよ、その50分違くても、10分程度のね、うんま、間に合わなさで、間に合うぐらいゆとりを持って行動する男なんです、皆さん、そんなことないですけどね、あなた、別に30分前ぐらいね、着くようにしてるんですよ、でうん、実はね、うん、ゆとりを持つ人間ではあるんですよ、一応ね、そうですか、はい、がね、うん、鏡の前でポーズして2時間遅れましたって言ったじゃないですか。はい、そのままね、あなたさ、はい、まあ、とはいえ、でも、まあでもなんかいろいろ事情があったみたいで、みたいな、最後、そうやって、はい、そうやって終わってくれるんですよ、はいはい。その、遅刻した理由が。はいはい、まあまあ、言わなかったですか？いや、なんかあったんですかねとか、言ったかな言ったんじゃない？いや、2時間、はい、
鏡の前でポージングしたまま遅れたのまま終わったんですよ、はいはい、俺の情報が、ね、はい、そうするとですよ、 そうなんじゃない、うん、まあまあ、そうすると、まあ、諸説ありっていう形には落ち着くのかな、じゃあそうすると、はい、ネットで見たんですよ、はい、X とかで見たら、はい、野田、うん、お笑いより筋トレを取ったかって書かれてるんですよ。いや、あのさ、そんなわけだけ。キャラクターとしてはね、いいじゃないですか。そんなわけないじゃん。俺が、ブランディング大成功。俺がさ、ネタ時間を削ってまで筋トレしたいとは思わないよ。そういうキャラで行こうとしてるんじゃないですか。それをさ、真っ向で信じる役らがいるのがびっくりしましたよ、俺。筋肉バカキャラで行くんだと思ってましたから。間に合いませんでした。ごめんなさいって、ならんよ。別に。エツに入って鏡の前で、おお、いいな、すげえ、でけえって なってるかと思ったら、ネタ時間だ、やっべえ、マッスルダッシュ、それもやって、それあなたからやってました、それあなたが、なんか、マッスルダッシュとか言って、なんか、ドスドス、全然早くねえなみたいな下りもやってたじゃないですか、俺がマッスルダッシュっつってさ、会場急いで向かうわけないじゃないですか。でかくなっちゃってスピードが落ちてるみたいななんかやってたじゃないですか。そういうやってましたけど、はい、いやそんなってないんですよ。うん、ね、はい、あらかじめちゃんとゆとり持って戻ろうとしたんですけども、うん、そう、もうだからそう、しょうがない時はあるじゃないですか。でも、うん、だからそれは、だからどうしとけばいいんですか。じゃあ僕は、いやだからその最後の最後ぐらいさ、はい、若干そのまあまあでも。まあ、まあ、いろいろ手違いがあったみたいなね、みたいなことをね、一言添えてくれればこんな事態にはならなかったんですけど。いや、でもやっぱりその筋肉バカキャラは押してほしいから。バカすぎるんですよ。いや、バカすぎるし、あと、ドスドスで来てほしいから。あとそれを真っ向に受ける人たちもちょっとさすがに。そうですね。ファンタジーすぎるから。僕にだから言うよりも、そいつらにちょっと言ってください、それは。ファンタジーすぎるから。俺が2時間、鏡の前で、はい、の、見とれて、遅れたわ。油塗って。油塗る時間とかもやっぱりその結構かかるわけでしょ。ねえよ、そのジムに置いてねえよ、ベビーオイル置いてねえよ、ベビーオイル。やっぱりその仕上がって塗っちゃうとやっぱりすげえってやっぱ思うんだろうね、そのトレーニーたちは。俺戻ってきてちっちゃって言わないでやと期待たまにってされてなかったの。この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。はい、メールです。はい、ラジオネーム某都民。はい、どうも。野田さんがトレーニーで2時間遅れた件ですが、うん、下手したら鏡の中の野田さんとそのままセックスしてた可能性ありますか。何言ってるの。ごめんなさい、僕もちょっとこれも何もちょっと引いちゃいました。某都民さ、某都民さ、ずれてるって。ちょっと引いちゃいました、ね。お前、ずれてるって。今の話聞いて、これを思ったってこと。で、なんかお前、メールさ、俺の話聞いてさ、カタカタカタって、いや、今だって思って送ってきたメールだけどさ、今しかないって思ったメールだけど、ずれてるって。何を言ってるんですか、本当に。ごめんなさい、僕ぐらいは味方についてあげたいんですけど、僕もちょっとこれはもう、さすがに。なんか、うん、意味がもう。お前、某都民のせいで終わっちゃった、この話。うん、ごめんね、なんか、冷めちゃって。たまに冷めさすやつが出てくんだよな。何を言ってるんだ、マジで。トレーニーのやつとかさ、うん、遅れたやつとかなんかもう、終わり、うん。ごめんごめん、うん、なんか。一応分かってはいるんだよ、全部。うん。そのトレーニーが何なのかとかもさ、なんだお前。なんか、大丈夫か、お前。送ろう、思うのはいいよ。送ろうと思うなよ。送る。思うのはいいよ、一瞬。うん。まあ、そういう、その、没メールもあるだろう。うん。お前の中で。送るなよ。あと、採用すんな。誰ですか、これを、危機として持ってきてるやつ。わしらさん、これ、読んでください。ありますよ、面白いのって。面白いのって思う感性を、ちょっと気をつけて、その、誰が。一番上にして持ってくんなよ、これを。これはぜひじゃないんだよ。いや、これもう。これは言ってください。冷めちゃったよ、もう。こんなメール、来られちまったら。意味わかんない、セックスした。意味わかんない。可能性はありますか、うん、行き過ぎて意味わかんなくなっちゃった。なんだろうね。ラジオネーム、北綾瀬はるか。はい。先日、池袋で野田ゲーをプレイしてきました。設置されてから2日目だというのに、左の筐体はメンテナンス中、真ん中の筐体は行い入れてもプレイできずといった状態でした。おそらく何者かに荒らされたんでしょう。ひどいですね、これ。僕もね、当日、4月2日に行ったんですよ。筐体、池袋のギーゴンさんの方に行ったんですけども、
その様子見ました。初日からもう、初日から、動きませんっつって。見ましたよ。昔ありましたよ。老舗のゲームセンターで、はいはい、100円吸われたって。はいはい、よく、用語でいいじゃないですか、100円吸われたって。うん、出ません、店員さんって。はい、もうなってました。もうだから、3プレイ目ぐらいで。そのために作られたってことですか？うん、だから俺も。100円を吸う機会として生まれた可能性がある。その、僕も驚愕ですよ。はい、あ、ゲームセンターになってもバグるんだって。ひどいですね。結構スイッチでもバグってたけど。大人が絡んでる気はするんですけど、ね。ゲームセンターでもバグるんだ。俺初めて見ました。あ、野田ゲーってどこまで行ってもそうなんだって。一応で100円は返せませんっていう感じなんでしょう。悪徳すいません、すいません、これ返せないんですっていう。詐欺ゴ。詐欺ゴですか。詐欺ゴさんじゃない、ね。詐欺ゴじゃないです、これはもう。今ちゃんとね、メンテナンス入ったと思うんで、しっかり1個は使えるんですか？1個は使えるんじゃないですか。何個あるんでしたっけ？3筐体置かれてまして。3筐体あって、左はメンテナンス中、真ん中は金吸われる。うん、じゃあ一応右ね。右だけ。うん、だから行ったら右だけやってください、とりあえず。一番右はなんとか行けてるようなので。はい、右でお願いします。右だけか、今。はい、5分間ワンプレイって、はい、ちゃんと、まあ、5分間でワンプレイなんですけど、うん、ちゃんと考えてみたらですね、1時間で、うん、でも大体ワンプレイだから、100円、うん、?1200 円ですね。あ、その、最大で。1時間で、1200円ですよ。回してください、ちゃんと。1200円欲しいんで。で、9時間ぐらいはやるんですかね、ゲームセンターっていうのはね。だから1万円ぐらい。1万円儲けが出ますんで。はい、ずっとフル回転で。フル回転で1万円。ずっと行列で。一つしかプレイで、できないんですよね。いいですか？今、3個ある中の。3筐体ある中の1筐体が、はい、もうフル稼働して。あ、でもその真ん中がめっちゃ稼ぐんじゃない、うん、その、入れてやらない、入れてやらないだから、めっちゃ早いんだよ。グリーゴさん、捨ててください、ね、真ん中。真ん中で今、ちょっと稼ごうとしてる。真ん中の筐体、急いで捨ててください、今。真ん中10秒ぐらいで、だって100円入れて、ま、次の人に代わってっていうのはまずいです、これは。めっちゃ回せるんで。急いで、急いで、なんかメンテナンスとか貼ってください。真ん中で、はい。グリーゴさんの評判悪くなっちゃうんで。危ないです。右で皆さん。右で皆さんお願いします。はい。ちゅうことで、では、こちらのコーナーに参りましょう。日常系チーターを戦わせてみたのだが、ラジオネーム、はい、ストレイレイブン、はい、スマホケースのカード入れに収まるチート。薄くてちっちゃいことね。まあでもカード入れ、まあスマホは絶対持ってるからそこに入れてそのままつなげれるってことかな。うん、未来はあり得るのかな。まあできっす。で、薄く、ちっちゃくもなってきてるもんね、今ね、だんだんね。小型化してるはずだもんね、充電器も。うん、でも、なんかさ、めっちゃちっちゃいのに、ずっしり重い感じがなんかいいんだけどね。あ、そう。なんか一個の、機械としてさ、なんかかっこいいけどね、あれ。まあ、ちっちゃくなってはいくでしょうけどね。はい、ちっちゃく、まあそうだね、まだモバイル充電器の息を全然出れてないですね、皆さん、チートの中で、ね、ちゃんとね、モバイル充電器で、いや、素晴らしいです、やってくれる、そういうことでいいんですから、はい、これがチャンピオン、はい、今皆さん、システム忘れてないでしょうか、これ、1位を決める、そうです、そうです、はい、戦わしていく方式です、はい、これに、ラジオネーム、ミレニアムデカ。はい、アイコス機能がついてるチート。ああ、最高じゃないですか。最高じゃないですか。そんなに吸いたいですか？吸いたいですね。アイコスも充電しなくちゃダメなんでしょ？アイコスも充電いります。はい。うん、あ、でも、アイコスに繋げれたらいいのかも。逆に。充電器として。たまにない、そういうシステム。アイコスだったら繋げれますよ。あ、そのスマホと、アイコス自体が。え？充電として。いや、もう別にその、アイコスではないけども。うん。なんか、例えば携帯のバッテリーをちょっと分けてあげるってこと？そう、あれ、今、ワイヤレスのイヤホンあるじゃん。うん。あれで、そのシステムあるんですよ。結構。え？あれ、充電器あるじゃん。うん。あれをスマホと繋げると、まあ、臨時で充電器になる。あ、そうなんだ。あ、すごいね。あるある。うん。どちらが強いですか？スマホケース。スマホケースに収まる方ですね。あ、そうなんだね。小さいに越したことないかな。すごいですね。確かにね、充電、すべてのものがね、分け与えれたらすごいよ。うん、確かに。ラジオネーム、えのもとマルチタスク。はい。午前中にモバイル充電器を使ってても、おかしく思われないチート。
たまにいるなぁ。朝一でもう繋げてる人いるなぁ。充電できなかった時とかね、寝てる間、うんうん。抜けちゃってたとかね。抜けちゃってたか、うん、まあもう、フル、もう夜更かしか。まあそうだね。家帰ってないって思ったら、ね、家帰ってないか。うん、さあ、どちらですか。スマホケースですね。スマホケースに。いいですね、うん。薄いやつが強いですね。ラジオネーム、北赤羽。はい。スマホにケーブルを挿し、モバイルバッテリーをギュッと握りつぶすだけで充電が完了する、ウィーダーインチート。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。ああ。めちゃくちゃいい。うん。めちゃくちゃいいですね。ギュッといける。ギュッてやったらすぐ。物だと思ってるんですかね。ああ、いいイメージですね。素晴らしいですね、これは。一回切りただ、充電したらまた膨らんでいくのか。そうなんじゃないですか。うん。そういうことじゃないですか。いいですね。4回ぐらいにできたらいいですよね。4回ぐらいできますよね、今ね。モバイルバッテリー。そうだね、うん。何回かできるかもしれないですからね。さあ、いかがですか。ウィーダーインチート、ね。あ、ウィーダーインチート。あと、ちょっと遅い気もするよね。モバイルバッテリーからやると。ああ。ちょっとなんか。なんか、ケーブルの方が結構大事だったりするらしいよね。あ、そういうことなんだ。らしいですよね。うん。すごいです。一瞬でできるのはありますね。うん。確かに。ラジオネーム、なめたけ46。はい。背に腹は変えられない事情がある場合、エナジードリンクとして飲めるチート。そのさ、エナジードリンクとして飲めるチートでいいんだよ。背に腹は変えられない事情っていう時点で、結構まずいだろ、多分。腹は変えられない事情。結構辛いだろ、飲むの。もうめちゃくちゃ腹減っちゃった。もう背に腹は変えられない。新幹線乗ったけど、4時間かかるけど、何にも食べるものがない。飲むものがない。あるかな、そんなこと。だウィーダーインチートと同じようなシステムだろうね。そうですね、もう、吸えるっていう、はい。うん。いかがですか。ウィーダーインチートだね。ウィーダーインチート。ラジオネーム、早朝の黒猫。はい。モバイル充電器を充電するための線が見つからないときに、うん、おーい、どこだーいと言うと、ここだよーと場所を教えてくれるチート。あー。めちゃくちゃチートですね、これは。うん、チートすぎるぐらいのチートですね。これめちゃくちゃチートですね。モバイル充電器、うん、そうだな、線はでも大体つけてるよね、モバイルの。俺はそうしてる ね。充電器側に線をつけてるね、常に。あんまりこう、話すことはない気はする。で、巻いちゃってる俺もね。そうですか。ウィーダーインチート。ウィーダーインチートが強いですよ。ラジオネーム、チャボーズ。はい。アマゾンで売っている聞いたことのないメーカーの令和最新版の商品を迷うことなく購入することができるバーサーカーチート。ありましたね。来ました、懐かしいな。バーサーカーチートあったな。お前次第なんだよ、これ。何の話ですか、これ。モバイル充電器の話ですか。モバイル充電器の、もう聞いたことないメーカー、アンカーとかじゃない、もう本当聞いたことない充電器を、もう迷うことなく購入。それお前のだろ。お前のチートじゃないか。モバイル充電器のチートじゃない。チートじゃないです。お前なんです。お前の心意気だよ、それ。はい、どちらですか。ウィーダーインチートですね。ウィーダーインチート。ラジオネーム、イカニコミ。はい。充電不足を察知したら、チュインチュインチュインと名乗り出し、コネクトすると低音でチャージタイムと音が鳴るチート。中学生ですか？中学生の方ですか？それの何が楽しい？何が嬉しいんだ？かっこいいけど。チャージタイム。確かにそう、僕はこれ欲しいな。かっこいいわ。俺鬱陶しいと思っちゃいそうだな。めっちゃかっこいい、チャージタイム。チャージタイム。とか言っててほしいけどな。なんか、ある時、なんか、水鉄砲みたいなやつ、なんか見たんだよ、X で。めっちゃかっこいいのあったんだよ。その水にこう、鉄砲の先っぽつけると、ウィーンとか言って、その、光がこう、パパパパって赤いランプがこう、上に、ドゥーって伸びてって、チャージ完了したら、その、すごい音とともに発射されるみたいな、バシューンみたいな、そういうことですよね、だから。毎回はめんどくせえけどな。いや、これいい、これ欲しいな。俺だったら、ワイヤレスイヤホンつけた時に音鳴るじゃん。つけたら音。あれも鬱陶しいと思っちゃうからな。チャージタイム。夢がないですね。これ別にまあ消せるっしょ。ミュートできる。このチャージタイムもミュートできると思う。ミュートできる。さすがに、うん、それは、うん。フルチャージ。フルチャージ。かっこいいじゃないですか。そう。うん。外国人の声ですよ、ちゃんと。フルチャージ。フルチャージ。フルチャージ。でも充電完全に切れたら、バイバイ。バイバイ。
いいじゃないですか。チャージチャンス。ピカ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 。チャンスってなんだよ。チャンスタイム。チャンスってなんだよ。アゲイン。俺次第だよ、これ。チャンスかどうかは。こっちの状況次第だろ、チャンスは。かっこいいけどな、すげえ喋るやつ、面白いけどな。カバンで一人でなんか喋ってるとかもありますよ、その何にもつなげてないのに。いかがですか。ウィダーインチートです。ウィダーインチートですか。さあ、ということで、1位がウィダーインチートです。うん、で、チャンピオンを決めてください。はい。はい、ルーザーズ方式でしたっけ。はい。ルーザーズ方式を採用しております。はい。決まりましたか。はい、優勝。まあ決まりましたね。よろしいですか。はい、それでは、優勝の発表をお願いします。ラジオネームストレイレイブン、スマホケースのカード入れに収まるチート。なんかちょっとなんか縮こまった感じにね、ちょっと思えますけど、それがよろしいですか。なんか他がちょっとチート過ぎたかな。いやちょっと外国人が喋ってくれるやつがいいな。結構何でもいけそうだな、これ。外国人が喋ってくれるチート。何でもかっこよさそうじゃない。このドアとかもでも良くないですか。オープンオープンオープンザドア。入るときなバイバイね、バイバイ。さあということで、次回のシチュエーションをお願いします。はい、次回は、クレジットカードですね。はい、クレジットカードね、持ってるかなみんな。ね、持ってねか。だいぶ後でしたよ、僕クレジットカード持ったの。お前たちは持ってねえか。持ってない方もね、いるかもしれません。なんとか調べて参加していただきたいです。クレジットカードで戦えるチーターの皆さん、メールを送ってください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com、 ml@allnightnippon.com です。メールの件名にチートと書いて送ってください。マジで32、3まで僕持てなかった。持てなかった、審査通んなかったもん、ね、本当に持ったデビットカードだと思う。ずっともうずっとデビットカード、デビットカードすら持ってなかったもん。わかるかな。この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしていますが、はい、ラジオネームシグ、はい、またかお前。ジャランのサイトのグミオジのご当地グルメランキングの1位が、駅前のモスバーガーでした。武田さん、これってどういうことですか。違うんですよ。厳しいですね。違うんですよ。聞いてください。そういう商店街ですか。これね、ちょっと違うんですよ。何ですか。違う。そう、すごいんですか。菅バーガーですか。あるんですか。菅バーガーはないですけども。はい、僕も、正直言うと、ギビョジ商店街行って食べてたのモスバーガーでした。っていうのも、っていうことは、ないんですか、もう、地元のグルメが。モスバーガーがずっとあるんですよ、あそこ。すっごい激なんですよ。はい、多分、ずっとあるんですよ。いやだからそうなってくるともう地元に根付いちゃったんですよ。思い出の味になっちゃってる、ね、あのモスバーガーが地元の味になっちゃったと。だからそれがやっぱりその 都心部の悲しいところですよね。これはね、リアルな話言うと、マジで多分横浜ぐらいがこの悩み一番抱えてて、横浜のなんか美味しいもんとかありますかとか、やっぱロケで聞かれるんだけど、正直言うと全員ファミレス行ってたん。俺だってバーミヤンだったもん。そういうこと、ね、一番行ってた店。崎陽軒っていう店はないんですか。崎陽軒は弁当、もう駅の中で弁当で、親が飯作るのめんどくさくなった時に買ってくるのが崎陽軒だったから。店舗ないんですか、崎陽軒っていう中華料理屋は。どっかにもしかしたらあるかもしれないけど、行くことはないね。まあそういうことですよね。ただ横浜の飯ないな。まあね、マジで言われたら。てかあるんだけど、東京のイメージの方が強いと思う。家系ラーメンとか。ああ、中華系、ね、そうか、家系ラーメンだ。そうそう。あるんですか、その、グミオジのその商店街に家系ラーメン。まあ、家と書いてあるラーメン屋はあるけども。何々屋、ね、何屋みたいなけど、うん、そんなに有名じゃないのかな。うまいけどね。だその、観音通り饅頭みたいなのないんですか。作りゃいいのにね。マジで。それ作ったらいいんですか、マッスル饅頭みたいなやつ。マッスル饅頭？マッスル饅頭でしょ。あなたがだって大使なんだから。あ、プロテイン入ったやつ、中に。外されんじゃないこれ。わかんないけど。やりすぎて。え？マッスル商店街。マッスル商店街にしたらいいじゃないですか。観音様をマッスルにして。ああ、マッスルにしてね。ああ、いいじゃないですか。ポージングした観音様飾って、グミ王子。嫌な商店街になりそうだな。結構伝統のあるお寺さんなんですよね、グミ王子は。うん、ムキ王子。ムキ王子。ムキ王子商店街。ムキ王子観音。
モスバーガー、ね、でもあれですか、モス、あ、モス知らないか。いや、そのだから知ってはいたと思うよ、高校生の時の僕も。うん、行ったことはないよ。何があったんですか、ハンバーガーは。何食べたんですか、ハンバーガー。ロッテリア。ロッテリアか。ロッテリアが、車で20分ぐらい行けばあったかな。車で20分うん。車で20分、うん。めちゃくちゃ人いるから、やっぱ。ロッテリアに。うん。すっごい行くから、みんな車で。車で20分ってもうそれ、新城市なのかな、ま。マクドナルドもできたんじゃないかったかな、僕がいた頃に。それは新城市。新城市に。へぇ。うん。でも、行ったことはなかったかな、マクドナルドに。え、多分18ぐらいまで僕行ったことない。マジで？東京来てから行ってんじゃないかな。だから僕マクドナルド好きじゃなかないもん。あ、だってその食べ慣れてなかったから。そう、みんなマックだマックだって言うじゃん、なんか、うん、あれないんだよ僕。あ、そうなの。うん、子供の時の味とかじゃないんだもん。何食ってたの、チェーン店は。ないんだって、チェーン店なんて。どうしてたのじゃあ。畑で採れた野菜とかを食べるんだよ。スーパーで買ったものとか。スーパーしかないから。スーパーか、うん、スーパーの味か。うん、だからそのファミレスもマジで高3ぐらいの時に友達と豊橋市っていうその市があって、あ、そこの市で初めてファミレス高校ぐらいで行って、ドリンクバーにものすごい衝撃を受けたもん。あ、なんでってすごいその友達詰めたもん。なんでどういうことこれ。なんでおかわりしていいの。無限じゃん。で、値段は、お金は潰れちゃう、潰れちゃうじゃん。潰れちゃうじゃん。本当にそのぐらいの衝撃受けましたけどね。あ、うん、まあ今も都会ですから、うん、今マックありますよね。うん、新城市ね。あ、そうなんだ。あ、そうそう、これが多分僕がどこぐらいでできたんだろうな。まあでもね、うん、でも行かないかね、わざわざそのロッテリア行っちゃうから。まあ土地のもんがあることだけどな、本当に。ちょっとグミ味も探します、そういうもの。ね、いいやつ。なかったら作ってください、ね。作りますもん。大事なんでね。ということでメール引き続きお待ちしております。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com、ml@allnightnippon.com です。ではここで一曲、バーゲンズ人生。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお、Spotify では本日の放送分だけではなく、過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧くださいね。メールです。はい、ラジオネーム、たまげたたまげた部分。うん、村上さん、うん、農園を営むアプリの話してる。してないです、今日は。今日そんな話してないですよ、一回も。あれですか、畑で採れた野菜を食うって言ったからですか。お前、はい、トラック市は課金してんだろ、お前。トラック市は課金したろ、お前さ、よくないよ。農園アプリで課金したらトラックが呼べるってことだろ、お前。軽トラは呼ぶ。お前さ、ハマりすぎだって。やってません。本当、現実の話です。はい、無課金でもっと店建てろって。現実の話、本当にすごいんだから、1日寝たらキュウリなんかすごいでかくなるんだから。無課金でも、無課金でも、椎茸とかもすごい生えてくるんだから。何が違うんだよ。ないものなかったから、うち。マジで。ないものないんだよ。本当に。信じて。全野菜。作ってなかったものないと思う。マジで。みょうが生えてたんだから。全は無理だろ。椎茸生えてんだよ。みょうが、椎茸、さくらんぼあったでしょ。柚子あるでしょ。もう何でもある。全部は無理だろ。梅もある。柿もある。栗もある。ニラもある。お茶もある。オールブルーじゃん。お茶生えてんだよ。すべてがそこに、うん、お茶でなんか分けてたもん、道と畑を。なんかトリコになかった、ベジタブルスカイみたいなやつです、うん、全部の野菜がうちは冬瓜もある、トリコってこと、玉ねぎもある、ネギもある、何でもある、ベジタブルスカイなんだ、うん、冬はキャベツもある、レタスもある、あ全部作ってた。フキもある、タラの芽もあるよ。あ、うん、まあでもやっぱ自分家で作った野菜が一番うめえからな、やっぱな。いや、そんなうまくない、別に。だからさ、うん、うまいじゃん。形も悪いし。形も悪いし。うまいって思えるじゃん。虫が食ってたりするし。うまい気がするじゃん。自分で育てたんだから。なんか綺麗な色が出てないんだよ、なんか。その乾いてるか。なんか、うん。ナスとか。なんか、すごい、すっごい洗ったジーパンみたいなさ、とこあんのよ。白くなってるとことかさ。あるじゃん。そう、やっぱ、そう、やっぱ、間引きされてないから。商品用に作ってないから、間引きされてないから、見た目が悪いから。それもあるの。キュウリも本当にグニャーって曲がってるし、細いし。栄養がね、うん、トゲトゲだし。
たくさん取れた方がいいって発想だからね、うん、そうなるんだよね。そうで、そういうことですよね。まあでもそう、あ、なんか調理したらうまいけどね、そのまま食わない。あ、まあ、見た目が悪いだけだからね。うん、タラの芽、タケノコとかうまかった気するけどな。あ、まあでもそんな変わんないですね、買うのとね。肉はなかったね。でも新商品ないの肉。いや肉、うちなんか蓬莱町なんだけど、もともとね蓬莱牛っていうもうスーパー強いうまい。てかあれはあんだよ、ね、魚トイレじゃん。すげえ魚。でもその川魚、うん、そう山だからさ一応。なんてか、うん、あれなんかすっごい人口増えましたみたいなやつだな。あ、それはあのチョウザメだね。チョウザメ、うん、キャビア、うん、チョウザメが人口を超えたんですよ。お前それ、うん、課金してんだろお前よ。課金してチョウザメ課金。お前農園アプリでキャビア取るやつないだろあんまり。聞いたことないだろそんな。やめろお前、課金しすぎだお前。課金だよな、キャビアとか。キャビアなんてトリュフとか。トリュフめっちゃ課金してるやん。最上級の課金だろお前。お金がガガガガガってチャリ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 ンってな。取ったら取ったら収穫したらチャリ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 ンって。公式サイト、攻略サイトに載ってるだろお前。まずはチョウザメ課金をしてください。これはマストですじゃないんですよ。やってませんから、皆さんも田舎のね暮らしも非常にいいですからね。やったことない人はぜひね、目を向けていただきたいです。ということで、日本放送を聞きの方はこの後4時半から上柳正彦朝ぼらけですということで、ここまでのお相手はマジカルラブリーの村上とチョウザメでした。ありがとうね、バイバーイ。